一番競争になり気だったんだよね。それは一個なしでしょ。どんな時でも勝ち気が強いウニちゃん、そんなところもまた可愛いんだよね。けど規則にこだわる春菜さんからしたら思い切ったアイディアだよね。あ、それ私も思った。春菜ちゃんがこんなに熱くなるなんてちょっと意外かも。私は DJ ユニットを始めた時、リリカルリリーのみんなが行き過ぎないようにという監視役のようなつもりもありました。ですが先日のフェスで皆さんのパフォーマンスを見て、リリカルリリーはもっといいユニットになれると感じたのです。そのためにはただ注意するだけではいけない、殻を破ってこそ新しい私を見つけられるかもしれない、そう思いました。ぶつかり合ってこそ生まれる強い熱量、団結することでそれが一箇所に集まって新しいものを作ろうとする強い力になる。その時私たちは一人よりもずっと強く輝けるわ。一つではか細い光でも束ねれば夜空も照らす満天の星明かりになるように。